16型フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの緩急。15型フリゲートと同様、第二次世界大戦時に建造された、戦時急増型駆逐艦をもとに、高速対戦艦として改装したものだが、より廉価な二等艦とされている。イギリス海軍は、大西洋の戦いで莫大な出血を強いられたものの、 1945年までに、浮上内しろただきした潜水艦は、もはや重大な脅威ではなくなっていた。しかし1943年頃より、ドイツ海軍が新世代の水中高速船の建造を進めているという情報がもたらされ始めていた。U-BOT-21 型は、先行状態で15から18ノットという高速を発揮でき、 バルター機関搭載艦であれば26ノットの発揮すら可能であった。これに対し、対戦中のイギリスで最も成功した護衛艦と評されるブラックスワン級スループですら最大速力20ノット弱であり、このような水中高速船に対しては対処困難と考えられた。これに対し、1943年中盤より新型フリゲートの検討が開始されており、 これは後に12型及び14型として結実することになる。しかし、一方、1949年の時点で有事にはフリゲート182隻が必要と見積もられていた。これは、1947年時点の護衛艦552隻という見積もりに比べれば減少したとはいえ、依然としてかなりの隻数であり、すべてを心臓艦で賄うのは困難であった。 また、対戦艦に求められる大出力式の開発が遅延したことから、12型の建造は、当初予定の1945年度計画では、実現せず、先送りされていた。一方、第二次世界大戦中には14時にわたる戦時、急増計画駆逐艦が建造されたこともあり、戦争終結時に、イギリス海軍が保有する駆逐艦は245隻に及んでいた。 1947年春の決定に基づき、大戦前に建造された艦は速やかに退役する。一方、残余の艦は、蒸気の膨大な所要を補う、暫定策として、護衛艦に改装されることとなった。まず、当時設計が進められていた12型と同等の性能を備えた一等艦として、15型が設計された。しかし15型の改装には、 かなりのコストを要することから、1949年1月、造船所局長は、より限定的な改装基準の策定を示唆し、外力設計は、同年3月に海軍本部委員会に提示された。これによって建造されたのが本級である、16型フリゲート改修前の P 級駆逐艦、16型フリゲート改修後のパラディン、蒸気の経緯より、 改装範囲は15型よりも限定的なものとなった。上部構造物はほとんど手つかずで、駆逐艦時代と同じく開放型の環境が設置されている。また、選手老甲板も駆逐艦時代とほとんど変わらない長さである。電源の強化も限定的で、第2ボイラー室に出力 50kW のディーゼル発電機1機が追加されたのみとなった。 艦砲は15型と同様の45口径 10.2cm 連装砲とされたが、15型では艦砲砲に搭載されたのに対し、本型では環境直前に配された。また、砲位版としては、15型では盲目射撃可能な CRBF が搭載されたのに対し、本型ではより単純な STD が搭載された。対戦兵器としては、 15型では新世代のリンボー、対戦迫撃砲が搭載されたのに対し、本型では、戦中世代のスキットとされた。また、駆逐艦時代の21インチ4、連装魚雷発射艦は維持されたが、これは、新開発のマーク、20、ビガー対戦誘導魚雷の運用も想定していた。ただし、この対戦誘導魚雷の開発は後に頓挫した。このか、パキスタン海軍に譲渡された、 王宮駆逐艦、オンズロート、オンスロートは、1957年、内市1959年に、イギリスに返還された後、16型フリゲートに習った改装が施された。写真のパートリッジは、第二次世界大戦中に撃沈されており、16型フリゲートに改修されていない。元の駆逐艦では、B 砲塔が設置されていた場所。ありがとうございます。